白い、面白いね。面白い。なんか全種類試したくなっちゃうね。ものすごいガーリックだこれ。うん、あのさっきC に指摘されたんですけど、はい、私なんかもうね顔出しが基本は苦手なん で、 ああでこう喋ってるとつい C を見ちゃうんですよ、こうやって。ああそしたらなんか C がそれじゃあ全然カメラを見てないとこうなっちゃうから変だって言われて、今すごいこのカメラを見てくださいって言われてるんですけど僕が目線を合わせないようにしてます。今カメラ越しに見えなくしてますんで恥ずかしいな。これ大丈夫ですかこれ、うん、なんかこんなもうなんか51歳のなんか顔なんか見たところでカメラを見ろって言うから見ることにしました。じゃあいただきます。早く食べろ。いただきます。あ、うん、どうですか。うん、あ、美味しい。なんだろうこれ、ピザっぽいのかなって思ったんだけど違いますか。うん、あのねピザほどチーズチーズしてなくて、ニンニクがすごい。あ、なるほど、うん、これね、この後に電車に乗ったら絶対行けないやつ。大丈夫、電車ないんで。これは本当に躊躇するぐらいニンニクって感じ。うんうんうん、あ、うまい。これおいしいね。うまいですね。おいしい。うん、程よいね。うん、あのピザだとチーズがバーンって感じで、うん、こうもうちょっと重い感じがすると思うけど、ライトな感じだね。うん、うん、これも美味しいね。うん、そうそう、トマトだともさらに軽くしてくれるんだね。うん、これちょうどいいね。このぐらいがちょうどいいね。うん、あ、気持ちいいな。ちなみに今、14時57分。うん、あの昼間から飲むのはあんまりハワイでやったことないかな。うんうんうん、なんでかっていうと、あんまり昼間から飲むとやっぱり酔いが回っちゃってなんか疲れが来るから回れなくなっちゃうじゃない、たくさん。でも今日は何でしょう、まあ今日はいいかなっていう感じで。もうね、皆さんすげー楽しんで飲んでますよ。すごい楽しそうだね、みんなね。グッズとかもすごい可愛いね。渋いおじさまも言うし、あー、いや、This is very tasty. We love this. Thank you. 店員さんもすごい丁寧で、私やっぱり英語ができないので、そんなにはだからなんか日本人の人たちでこうやっぱり英語ができないから入りにくいお店とかすごいあると思うんですけど、なんかあのジーノさんに教えてもらったその英語って本当にたった一言なんだけど、あ、とってもそれを知ってるだけでも、うん、あのこうやり取りが変わるんだなって実感しました。うん、なんかやっぱり英語圏の方って先に結論が欲しいんでね、うん、その方がねスムーズでやり取りが楽だっていうことが今回実感としてありました。キラドラゴン、キラドラゴンって書いてあったんで、もうドラゴンなんだろうと思ったら、ドラゴンフルーツ、ラズベリーの強烈な香りがしますって書いて、かすかに残るスイカの風味が後を引きます、酸味が丸みを帯びていますって書いてある。ちょっとこれ私酸味があるもの嫌いじゃないんで、ちょっと行ってみたいなと思います。 C は一番トップに書いてあったレイミーラガーっていうのを行ってみましょう。非常に砕けやすいビールって書いてある。軽くドライだって、まあ、これを行ってみましょうか。軽いベリーの香りって書いてある。来ました、すごいピンクだね、すっごいね。これがレイミーラガー、一番多分ベーシックな感じがする説明な気がしたんだけど、うん、これがね、すごいね、これピンク、すごい。キリードラゴン、ドラゴンフルーツうんぬんって書いてあったんだけど、まさにそんな色なのよ。すごい、何かわいい。わー、たまらん、たまらん。サムネ用。サムネ用。じゃあ行きます。はい、3回目。はい、それでは、はい、バヒバヒ。どうですか、ラガーは。うん、飲みやすい、軽い、軽い。ちょっとこうベリーの香りがちょっとしますよなんて書いてあったけど、うん、感じる、うん、あ、本当。いただきます。すっきり、めっちゃ飲みやすいよ。今までのがあの癖が多いやつ飲んでたから、すごいノーマルで飲みやすい。あ、これ美味しいね。濃いんだけど、うん、全然癖がないんだ。あ、美味しい、これちょっとフルーティーな香りがする、うん、また爽やかでいいね。あの夜な夜なエール好きだけど、夜な夜なの
もっと癖がないみたいな感じ、ね、これね、うん、正直ね、うん、ビールっていう匂いじゃなくて、うん、本当にベリーのアメリカのお菓子の香りっていうのが、ビールじゃない感じ。あ、もうここまで来るとカクテルだね。ビールを飲みたい人にはちょっと違うかもしれない。でも女性は絶対飲みやすいってやつね、はいはいはい、あ、なるほどなるほど、うん、分かる。これはカクテルだね。カクテルだね、うんうん、カクテル感覚のビールっていう感じ。うわー、美味しかった。食べ尽くしました。飲んだ飲みましたね。これからお店の奥にちょっと見えてる次に行きたいと思います。ガラス？うん、ガラス。重いからちょっと持ち帰るのは厳しいね。なるほど。これでもあれじゃない？すごくほら、着やすい生地の。あー、柔らかいやつだ。うん、タンクトップ。これタンクトップ系なんだ。女性用。こっちは T シャツかな。うん、うん、T シャツだね。これ生地すごい気持ちいいやつだ、うん、なるほど。2015年からなんだね。色がいろいろありますね。おう、こんな感じ。クルーネックシャツを30ドル。これなんだ、 T ドライ、あ、違う、 T ダイフリー、わかんない。レディースタンク、レディース V ネック、いろいろあるんだね。帽子が35ぐらい、はいはいはい。パーカーとかもありますね、これね、下にね。本当だ、パーカー、かわいい。むしろすごい、生地がすごいいいね、うん、気持ちいい生地だね、うん、すごいしっかりしてる、うん、デザインはさっきの丸い感じだね、全部。あ、これ黒っぽいやつだ、あ、でもこれあれかな、女性のなんかこうピタッとした、あ、V ネックのやつだね、なるほどなるほど、女性用のやつ、うん、背中がこれなんだ、色でも綺麗だね、いいな、ピンクのもね、可愛いんだけど、あ、こういう感じなんだ、なるほど、タンクトップね、タンクトップ系はあんまり着ないからな、中にね、インナーとしているっていうのはあるけど、どうしよう、オースターですね、はいはいはい、こんな感じ。あれ、帽子がないんだ、後ろにあるだけか、なるほど、シンプルだね、うん、結構もうちょっとなんかね、フロントにこういう感じで来てんのかなと思ったんだけど、こっちは T シャツなのかな。そうですね、背中なんだね、背中なんだね。タンクトップ系はね、前に来てる、はいはいはい、背中フロントがいいんです。フロントがいいんだよな。ということで今回は、今回はね、うん、ちょっと質感がすごく好きで、そう、着やすそうなんですけどね、ここは妥協せず、樽に入ってるのがおしゃれですね。そうだね、これいいね、そうだね、うん、こんなもんかな、うん、いいでしょう。はい、めっちゃ楽しめましたね。美味しかった、楽しかった、うん、来ました、来ましたね、ついに、はい、ビッグシティダイナー、ダイナーで、いつもね、気になってたのはその外席でこう楽しそうに食べてる人がいたから、ね、うんうんうん、このお店なんだろうって思ったんだけど、結構通りが激しいから、うんうん、今日は中かな、お店の中がいいかな、落ち着いて食べられるかな、
ってみましょうか。私先行こうか。We are two. Hi. Hi, aloha. Yeah, two. Two. It's okay. Okay. Thank you.いいね、うん、アメリカンだね。すごい、ちょっとこうファミレスな感じの雰囲気、うん、でコカ・コーラのこれ良くない、なんかあ、ついに来ましたね。来ましたよ、マザーズデイウィークエンド。すごい、ほらマザーズデイウィークエンドスペシャルとかある。ナンバーワンは飲み物はどうしようかな。ビール、最初ビール、いや、okay. あります on top Miller Lite one top Blue Moon Modelo Lagunitas IPA we have bottles ボトルか。we have Bud, Bud Light, Coors Light, Heineken Light, Stella、Guinness、 ダイナース、いっぱいあるね。どうしようか。And the beer's menu, there is no. No. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 5. ああ、あの、立ってるやつね。じゃあ、ブルームーンがいいか。ブルームーンかな。か、最初のと、and you say the first, and say beer, where は何だっけ ?Miller Light. Miller Light. One, and ブルームーン one. Okay. Yeah. Okay. 16 ounce or 25 ounce? ああ。25か60、ちっちゃい方にしとく。そうだね。じゃあスモール、スモールの方。16、yeah. Yeah, Miller 16 and 16 Blue。Yeah。はい。ありがとう。これってあれかな、今週のウィーク2とかもね。ウィーク3。あ、ビッグスティーダイナーウィークリースペシャルズ。うん。うん、わあ、なんチキンマサラって書いてあるね。へえー。フェイマスローカルコンボス、うん。ステーキ&シュリンプコンボとか。ステーキ&サーモンコンボとかリブコンボとかいろいろありますよ。いろいろあるね。あれビッグシティダイナーのこれか。あまりにも我々早くすぎて、はい、うん、ガラガラお客さんがほぼいないっていうねいいいい ね店員さんが普通にテーブルでくつろいでるところに入ってきちゃった。入ってきちゃった入ってきちゃった。してみましょうか。蒸し白米または玄米からお選びいただけます。 2.99 ドルを追加して米の代わりにガーリックスマッシュポテト。あー、okay. 取ってて。あー、どうする。じゃあ、はい、ブルームー、おー、サンキューソーマーチ。サンキュー。 Can I take the time to choice menu? Okay. Okay. これブルームーン、うん、でこれ店員さんが最初に言ったビール、はい、ちょっと名前を書けなかったけどでも一番定番なのかなと思って、うんうん、あとはボトルになっちゃうんだよね、うんうんうん、ボトルよりはこういう方がいいなと思って、はい、ブルームーンでこういう、ね、ボトルじゃないのってあんまり日本だと飲めないかなと思って、うん、そうね、うん、じゃあ生のブルームーン、はい、それでは以上、うん、初めてのビッグシティダイナー、はい、いきます。ひぱっぱ、今日は何回目 ?4 回目。4回目ですね。美味しい。あ、うまいっすねこれ。うまい。ブルームーン鉄板の美味しさだね。ブルームーンってこんなに濁ってる系、あの白濁系なんだね。白濁？白濁系。うん。うんうんうん。わ、これなんか水みたいに飲めちゃう感じしない？うん。うん。軽い、うん。なんかドライな感じがすごいするね。うん、これほんとコクがある感じの、ほんとブルームーンのね、ガッツッとくる。うん、さあ食事どうしましょうか。ちょっとお肉もねいいんだけど、明日しーちゃんがピルボックス、はいはいね、行くので、行くので無理せずで、うんうん、毎日のスープとか小さな、うん、または小さなサラダのカップは 4.49 ドルを追加しますって書いてあるね。スープかスモールサラダかを選ぶみたいだね、うんうんうん、このステーキ&シュリンプコンボとか、もう2人で1個だったらいけるかな、うん、このメニューいい。おばあちゃんの信じられないほどのキムチって書いてあるグランマズインクルーディブルキムチ、キムチ、あ、これ食べてみたいな、うん、そんな、うん、とんでもない量のキムチ来たりしてね。これあ、このね 4.49 ドルはね、うん、ガーリックシュリンプ串
なるほど、うん、そういうこと、これいいよね、これいいよね、つまみで、ね、これ1個例えば頼んで、うん、おばあちゃんの信じられないほどのキムチ食べてみたい、うん、あこれね、チリド豆腐、お豆腐ちょっと辛いのかな、うん、あとね、私たちの有名な大豆って書いてあるけど、 Our famous soybeans、うん、枝豆みたいなことかな、うん、まだまだいっぱいメニューがあるね、ちょこちょこ頼んでみましょうか、うん、ちょっと今回はね、はい、面白そうだからね、結構いっぱい頼んだかも、問題はスモールが本当にスモールなのかっていう、そこなんだよねこのね、オリジナルの本当にロコって書いてあって、フェイマスローカルクリエーションズって書いてあるんだけど、リアリーロコって書いてあるよ、ロコモコ、ママさんの野菜炒めとか、自家製ミートローフとか、お面白い、なんかちっちゃいメニューがすごく多彩でいいね、カウンターがまたすごい楽しそうだなとか思って、なかなかね、カウンターに座る勇気ってね、そう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 、まだないけどね、夜になると結構いい感じなんじゃないかな、うんうん、なるんだろうな、ちょっと4時半過ぎに来たら早かったかな、ね、人いないって人いないね、今日金曜日だから、うん、これから、うん、混むのかな、ね、と思うんだけど、みんなが仕事引ける時間って何時ぐらいなんでしょうかね、うん、こっちの人たちは、そうだね、うん、こだダークウィンターズ and the rest is coming up、 気持ちいい、醤油、あ、醤油、わぁ、豆腐すごいよ、チリと豆腐って書いてあるけど、うん、辛いっていうか生姜、生姜なんだね、冷ややっこって確かにね、薬でちょっと出てたんで、なるほど、いいね、冷ややっこ食べられると思わなかった、うん、いいね、そのままだ、はい、はい、あ、なんかこっちで醤油ね、久しぶり、久しぶりっていうか初めてぐらいなというかもね、うん、どうしてもこっち来るとこっちのものって思って、うん、なかなか食べないんだけど、これなんて読むんだろうね、うん、わからない、これ読み方なんだろう、これもほんと冷ややっこだね、うん、うん、この生姜付きの生姜がね、かっちりと、なんかハワイでこういう日本で食べられるものを食べたことってほとんどなかったから、うんうん、かえって新鮮なんだけど今、うん、もうかけちゃうかな、あ、そうだね、ぶわーって、はい、あー、豪快にお腹が落ち着くね、ほぼ居酒屋メニュー、うん、ほんと、うん、ガーリックシュリンプ串が楽しみだね、うんうん、うん、いいな、ダイナーに来てこれ食うっていいな近所の食堂みたいな、うん、そうだね、年代がしかもちょっと上っていう、うん、ほんと、うん、Yeah, simply way less windy back there. Mm-hmm. 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 Mm-hmm.観光客ばっかりじゃない感じ、そうね、うん、おー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 、 Have a nice time, enjoy, thank you, おいしそう、めっちゃいい匂いしてる、いましたね、すごい、キムチのフライドライスおすすめって感じで、だからもう任せちゃえと思って、あ、オッケーオッケーみたいな、これでもスモールサイズでしょ、そう、これスモールなんです全然スモールじゃないものすごいいい匂いしてて、うん、あ、なんかちゃんとこういうご飯食べるのはちょっと久しぶりな感じ、これガーリックシュリンプ串だね、そうね、うん、あのこれぐらいのちっちゃいのが1、2、8つだよって言った通りだね、うん、でかいやつじゃないんですよ、ないよってちょうどいいっす、うん、これが、うわすいません絶対一回なんかほら、飛ばすじゃない、飛ばす、すいません、基本なんかレモンをぶっ飛ばす女じゃない何をしてるんじゃい今、レモンをぶっ飛ばしましたなんでだよって飛んじゃうから、なんでかな、じゃあ、一個いっていい、素でいっていい、ブリブリじゃないけど、うん、普通に美味しい、うん、で味が濃いめ、うん、だからお酒のあて、うん、すごくでも美味しい、おつまみ決定って感じだね、おつまみ決定って感じの味だね、
頼みすぎてないところがいいね。いいね、これちょうどいいかも。これもすごいちょいちょい美味しい、全部美味しいです。目線が来てちょい味濃いめだ。濃いめ濃いめ。これなんか懐かしい味がする。ピンクバーガー、ザクラシックバーガー、まあ、ダイナーダイナーに来たらバーガーでしょ。バーガー行ってみたかったけどね。あ、今回食べてないよね。食べてないのよね。頼みすぎちゃう。うん、そこってブレックファストって書いてあって、ランチ&ディナーって書いてあるから、また朝からずっとやってるのかなと思って。あれだよね、朝ごはんにはあんまり困らないよね。日本の方が朝ごはんになるよね。でもいっぱいある。でも北欧The chef made this Japanese style longrice soup, but no charge. You guys try. Wow, really? Wow, thank you very much. Wow. This one I have. Yeah. Oh, thank you so much. Wow, すごい. When you guys leave, you're gonna. Wow, すごい. いただきます. いただきます. Oh, 美味しい.美味しい。うん、わあ、これすっごい美味しい。ね。お出汁が効いてる。あ、春雨入ってる。いいの、ノーチャージって、ね、すごいありがたい。美味しい。すっごい美味しい。うまい。うん。これなんだろう。なんか。濃いかも。でも日本風な感じのって言ってくれるもんね。お世辞じゃなくて本当に美味しい。お出汁がやっぱ上がるね。ちょっとお肉入ってるし、今日なんかお肉頼んでないんで、かけてるわけじゃないけど、お腹に負担をかけないようにって言って、頼んでたら、なんかお肉を避けてる感じになってるよ、ね、食べてても豚、あとチキン、牛いってないの、牛いってない、牛いってない。すごいなんか優しいんだけど、皆さん、美味しい、サービスされちゃった。これ締めとして最高なんだけど、なんかわざわざこれもつけてくれて、おう、なんか私見てないよ、私。何これ、プルメリアですよ。プルメリア、やだ、泣けちゃう。ちょっとボクさん、ごめんなさい。これ何、あれかな、なんかドリンクとかにピュッて刺すのかな。うわわお、あ、いや、I love Plumeria. Yeah. Are you guys married? Yeah, silver wedding. This year. Silver wedding. Silver, oh, 25 wedding, years. 25 years. Your English is good. Yeah, anniversary year. So, also, around here in Hawaii, if you're married, I'm married. Yeah. You wear the flower on this year. But if you're not married, you wear it on the other. Married. So, married. Married. Wow. Oh, yes, very pretty. Okay. Okay. Yes. Wow, thank you so much. すごい、ちょっと結婚式のお祝いみたい。わあ。いいね。わあ、でもサプライズすぎる。ちょっと、どうですか、皆さん、可愛くなってますか？ちょっとびっくりしました。びっくりしたね。なんか、店員さん素敵すぎる、もう。急にお祝いされた、ね、びっくりしたわ。びっくりした、すごい嬉しい。どうよ、いい、これ直した。これ直した、やった。ちょっ
締めに来るね、いろいろ神様、ありがとうございます。ボボさんなんかやってくれた天国から。そうかも、うん、なんかもう銀婚式のお祝いはこれでいい。簡単ショッピングしといて散々買っといてね。100ドルも使うかな、うん、買います。色違いもうなんかあの店員さんが知ってるかのような、ね、びっくりだよ。言わマリーズって言われて、そりゃそうだって思うけど。知ってますよ。このまま帰ろうこれ、うん、恥ずかしくない。意外と普通だよね。でもみんなつけてるの、ね、うん、あとはスタッフさんと一緒に写真撮影させてもらうっていう。撮りたい、すごい写真撮りたい。ここにさ、ポンポンってやって、こうそっと、私たち見えてるよって。わざとだと思うんだよ。そこがいいんだよね。ドラマのようにやるから。ドラマみたいだよ、もう。ちょっと今、映画の話と思ったよ。幸せすぎるな、これ。怖いね。Oh, thank you. Oh, it's strong.プディングが甘そうな気がする、うん、はい、うん、これがママズブレッドプディング、うんうん、ブレッドプディングだからなんか卵とかミルクとかになんかこうを使ったあれみたいなあのパン、うん、あ美味しい、もうこっから美味しい、うん、何これ、スキムミルクの、うん、幸せな甘さ、どっかで食ったことのある味。この上のはこれはもう一気に、うん、こうあギュッとしてるなこれ、うん、あこれ多分ね、はい、僕だったらアイス付きで食うやつだ、ね、うん、確実に、ね、アイス付ければよかったかな。熱々、これ熱い、本当にうまい、うまい、いただきます。ちょっとこれでかい、熱いかな。シナモンロールの、うん、めっちゃギュッとしてる感じのやつだ。なんかだからシナモン、ものすごいシナモンの香りがする、うんうん、びっくりするぐらい、あ超しっとりシナモンみたいな、うん、あほらほら、うん、めっちゃ熱々でしょこれ。自分でよく消えたなと思うぐらい熱々、うん、うまいねこれ、うん、でもあれがなくない、その甘だるさっていうか、うん、ないよね、このこれ食べられるなっていう感じ、うん、初めての体験ですねこれ。うんと美味しい、これまあまあのサイズ感だから、そうね、あの2人はいないとどうしようもないで、うん、これコーヒー合いそうだね、うんうん、コーヒーちょっと渋めのやつがいいかもね、うん、もうシナモン苦手な人は絶対無理だね、絶対無理だね、うん、それぐらいシナモンがしっかり効いて、Thank you. Thank you. 今5時53分もうすぐ6時ぐらいになってきて、なんか続々と入ってきた感じで、ね、うん、ついに本領発揮し始めました。本当だね、外の席にも遠くにかな、うん、うん、入ってる、うん、やっぱり金曜の夜だからこれからどんどん増えてくるのか、なんかね、ご家族連れが多いって言ってました、うん、ファミリーが多い、さすが大事なって言いましたね、うん、いやでもこうやってなんか客層を見てるとさ、やっぱりいろんなメニューがあるのが分かるような気がする、うん、